お腹のインアウト。皆様こんにちは、エアリスタジオのナシームです。今日の入門はお腹のねインアウトっていうのをやっていきたいと思います。これは本当に優れていて、これをやるとものすごく内臓が動いて、便秘解消、冷え性解消、とにかく体にいいので、今日のレッスン皆さんぜひどこでもできますので、毎日できればやっていただきたいなという動きとなっております。このチャンネルはベリーダンスを始めたい方、始めた方、またね経験者の方ももちろん OK です。筋トレがすごい苦手なんだけど、痩せたいな、引き締めたいな、健康になりたいなっていう方のチャンネルとなっております。私は40歳からベリーダンスを始めて4年で先生になることができました。現在51歳となりまして、5つのスタジオを運営しております。51歳現役のベリーダンサーの私が実感したこととか経験したことをこの動画で配信しております。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。高評価ボタンもお願いいたします。はい、ではレッスン開始しましょう。はい、今日はこちらからレッスンしていきたいと思います。早速ミラ君登場ですね。はい、基本の姿勢になったところで下腹を出して引っ込めます。アウトしていいんですね。ちょっと分かりづらいので横を向いてやりたいと思います。しっかり出して引き込みますね。これ恥ずかしがらないでね、しっかり出してみてください。で、骨盤は傾けないで今のところまっすぐキープでお願いいたします。これね、腹横筋っていう筋肉を意識してるんですけれども、腹横筋っていうのは腹筋の一番ね深層部にある筋肉となっております。ここを今出したり引っ込めたりね、こう今早くやっておりますけれども、速さはご自分のペースでやってみてください。この腹横筋を使うと、このぽっこりお腹とか、あと内臓下垂のね改善になってきますので、しっかりね今日は動かしていきたいと思います。さあ、このね出して引っ込める、出して引っ込めた時に骨盤底筋を意識してギューッと上に引き上げるような感じですね。そしてお尻の穴もねしっかり締めてください。インの時ですね。そうすると尿漏れの改善につながってきますので、しっかりね引き込みます。それができるようになったら、今度は骨盤を傾けます。前傾と後傾に傾けていきます。前傾と後傾はこの腹横筋使わなくてもできちゃうんですけれども、せっかくなのでこの腹横筋をね使って前傾後傾をしてください。この腹横筋、何度も言ってますけれども、本当に体によくって、これをやってると体はね内臓がねすごく動きます。なので体全身が温まってくるんですね。そうすると手足の冷え性なんかも本当にね改善されてきますので、寒いなと思った時にぜひこれやっていただきたいですね。ということで今日は2分でした。来週はここを使った動きをやっていきたいと思います。お疲れ様です。はい、いかがでしたでしょうか。腹横筋のインアウトって、初めで動かない方とかもいらっしゃるんですけれども、これやってるうちにどんどん動いていきます。腹横筋がまずどこにあるのかなっていうのを意識したりとか、あとは自分でね実際触ってみたりとかしてやってみてください。腹横筋すっごく大事で、ここが上手にね動くようになってくると、本当にね体の芯まで温まってきます。内臓がとにかくぐるぐる動くんですね。なので食後の方はねちょっとね控えめにしていただいてなんですけれども、空腹時にやると本当に効果が絶大的にいいので、ぜひねやってみてください。ということで今日はお腹のインアウトでした。髪が綺麗ですねと言われることが多くなったので、今日は私が通っているこちらの病院を紹介したいと思います。出迎えてくださったのはオーナーの吉人さん。この方が私の髪をきれいにしてくれた方です。この本当にねびっくりするぐらい綺麗になりました。このお店は埼玉県の蕨市にあるボーチェっていうお店なんですけれども、ニューヨークドライカットっていうのをね取り入れてるんですね。それは髪の毛をきれいに洗っ
って乾かしてからこのようにもう一本一本丁寧に切ってくれるんですよ。乾いた時のねこの髪のなびき方とかそういうので計算して切ってるみたいなんですけれども、本当にこのニューヨークドライカット見てください。このツヤ感とサラサラ感、このね、このニューヨークドライカットをしてから私髪の毛が絡まなくなったので、本当にね髪伸びました、伸びるようになりました。こんな風にね風が吹いてもね綺麗なんですよ。以前はこんな髪だったんですね。もう諦めてたんですよ自分でも。でも髪を巻いてもこのツヤ感わかりますか、すごくないですか、ね、こう踊っていてもモニター越しで見てナシームさん髪が綺麗でしたって、ね、なんかダンサーさんに言われたりもして本当に感謝しております。もしよかったら皆さんもボージェ変えてみてください。